ポマもしくはポマガルスキー株式会社とは固定循環式及び自動循環式、チェアリフト、ゴンドラ、ケーブルカー、ロープウェイ、新交通システムなどの作動を製造するフランス企業。世界中の750の顧客に約7800機の作動を設置している。オーストリアとスイスに拠点を置くドッペルマイヤー・ガラベンダグループと競合関係にある。かつては イタリアのライトナーも競合していたが、2000年にポマがライトナーグループの一員となって、以降はドッペルマイヤーが唯一の競合他社となっている。ポマとライトナーはそれぞれ独立しているが、北米での合弁事業としての原材料の購入と、ライトナーポマの設立を含む包括提携を締結している。ポマセリフトはヨーロッパやアジアのスキー場に導入されたものが多いが、遊園地や、 観光地用、産業輸送用途などにも採用されている。同社の最初の製品で最も人気のある滑走式リフトはポマリフトとも呼ばれている。1936年、ジャン・ポマガルスキーはフランスのラルプ・デュエズにあるエクローズ・トレールに最初のスキーリフトを設置した。1947年、フランスのフォンテーヌにポマガルスキー株式会社を設立。 ポマ最初のチェアリフトはフランスとアメリカで1958年に建設された。1967年初の自動循環式ゴンドラを開発した。本社と製造工場はフォンテーヌにあるが1988年以来管理、設計、販売サービス機能はフランスのボーレペにある。ポマは現在世界に約750人の雇用を持つ。 初のポマ製、チェアリフトは、1960年カリフォルニア州、スコーバレーオリンピック用として建設された。その後の冬季オリンピックにも導入されており、1984年のユーゴスラビアサラエボ大会、1992年のアルベールビル大会、1994年のノルウェーリレハンメル大会、2014年のロシア措置、 大会などでもリフト建設を行っている。固定循環式、チェアリフトカナダニューファンドランドラブラドールシュークラレンビル、近くのホワイトヒルズスキーリゾートのポマ固定循環式、アルファターミナルポマ製の固定循環式、チェアリフトは、世界中で見かけることができる。初の2人乗り固定循環式、チェアリフトは1958年に建設され、 三人乗りチェアリフトは1973年に導入された。この後に四人乗り、さらに六人乗りの固定循環式、チェアリフトが登場した。アルファチェアリフトターミナルは1982年に導入された。それ以前の主力のデルタターミナルは世界中で運用されている。デルタとアルファの両方のチェアリフトターミナルは自動循環式リフトにも改造可能であり、新たに リフトの設置を行わなくても、性能を向上させることが可能となっている。自動循環式リフトカナダウィスラーブラックコムにある、チャレンジャーモデル、ポマ自動循環式リフトフランス産フランソワロンシャンに、ある6人のリフェニックス自動循環式ターミナル。ポマは1972年にプラローニャンラバノワーズ、1982年にサンダリスランに自動循環式、チェアリフトを建設した。 この最高速度秒速5メートルは当時世界最速であった。1991年により小型化したオメガ自動循環式ターミナルが開発され、1993年に初の6人乗りの自動循環式チェアリフトを2000年にはフランスのメリーベールに初の8人乗りリフトを建造した。また2000年にはオメガターミナルを新型のフェニックスモデルや マルチックスターミナルの導入を開始した。ただし、北米の新設リフトには引き続きオメガターミナルが搭載されている。ゴンドラリフト2002年に建てられた8人乗りゴンドラ。フランス、サボワさんイコールマルタンドベル。ポマは1966年にバルディゼルとクイーンズタウンで最初の自動循環式ゴンドラを建造し、1967年に フランスシャルマゼルのレメヌイエールで最初の自動循環式ゴンドラリフトの建設を行った。1973年には世界初の6人乗りゴンドラをフランスのビラールドランスに1984年には10人乗りゴンドラの導入を行った。フニテル2001年に建設された自動循環式のフニテルデュ・グランフォン2003年に建造された。 固定循環式フニテルのフニテルデュー・ブクタン、そしてライトナーとポマが技術提携を行い、フランスのスーパーベッセに2008年に建造したフニテルデュラッペルドリの計算機のフニテルを建設している。ハイブリッドリフトテレミックスはポマの商標であるゴンドラキャビンと椅子の両方が装備されている自動循環式リフト。ターミナル駅は自動循環式のゴンドラや チェアリフトと同様のもので、フランスのアルペデュエズリゾートで多数導入されている。滑走式リフト最初のモデルである、ボマリフトは乗客がまたがる円盤付きの滑走式リフトだった。半期は A 作から取り外し可能の伸縮式で革新的な空気圧システムにより高速で運行可能だった。この方式はティーバーや 固定循環式半期と共に建造が続けられている。ポマは多数の大型ロープウェイも建造している。2003年にレザルクのフランスのリゾート地とバノワーズエクスプレスのプラニューを結ぶロープウェイは世界最大の高層式ロープウェイとして知られ、2階建ての半期は200人まで搭乗可能となっている。2010年にはニューヨークのルーズベルトアイランドドラムウェイ交換を行い、 設計は、バノアーズエクスプレスを元にしたものが採用されている。ポマは急勾配を、途半可能な多数のケーブルカーを製造した。また、オーチスエレベータカンパニーと提携して、ポマオーチストランスポーテーションシステムズを設立し、新交通システム開発を行っていた。ライトナー・ポマ・オブ・アメリカは、ポマとライトナー間の提携で、北米、ニュージーランド、オーストラリアで、ポマリフトを製造している。 ポマ製品の全生産を担当し、コロラド州、グランドジャンクションにある本社で、ほとんどの部分の製造を担っている。1950年代初めに、ポマリフトの社名で、北米に進出し、1952年にカナダで、1953年には米国で、初のリフトを建設した。ポマリフトは、1981年に、コロラド州、グランドジャンクションに、 事務所と工場を設立し、社名をポマオブアメリカに変更し、1989年にはコロラド州で北米、ニュージーランド、オーストラリア向けのすべての自動循環式作動の設計、製造を行った。2001年9月、ポマとライトナーの北米事業の合併が発表され、ライトナーポマオブアメリカが設立された。アグディオ株式会社はポマイタリアとしても知られ、 ロープウェイやケーブルカー、ロープ輸送システムを専門としている。創業は1860年と、ボーマより歴史あるものとなっている。シグマは、フランスイゼール県のベランに本社を置き、ゴンドラリフト、ケーブルカー、観覧車用半機や新交通システム用の車両を製造を行っている。ドッペルマイヤーの子会社であるクア・コンストラクションと、スイスの独立系会社である、 ガングルフ株式会社という二つの競合他社が存在している。セメはフランスオートイコールサボワ県のルファイエを拠点としており、ボマ製品の自動化装置と電子機器の製造を行っている。コマグはフランスのサボワにあるブールサンモウリスに本社を置く土木工学及び山岳部専用の建設会社。スキーレールはインクライン、チェアリフト、ケーブルカー。 サイクロケーブルを設計、制作を行う。その他には、作み、ライトナーポマジャパン、ポマ北京ロープウェイなどの海外市会社も存在している。アーカイブドコピー。2010年1月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年1月16日閲覧。アーカイブドコピー。2008年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2009年4月19日閲覧。h t t p w w w s o s i e t e c o m s o s i e t e p a m e g o l e s k y 0 5 5 0 1 9 0 2 h t m l

ッシュ MECALIQUEX.net スラッシュ PDD スラッシュ LISTE-6-2POMA.html ハットリーザポマヒストリーアーカイブドコピー2 0 0年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2 0 0年2月16日閲覧アーカイブドコピー2 0 0年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ 2009年2月16日へ閲覧。アーカイブドコピー。2008年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月16日へ閲覧。 http://www.agudio.com/.http://www.sigmacabins.com/.http://www.semer.fr/.http://comh.fr/. サイクリ ポマ、2019年8月11日閲覧。プーアレウィー、スカーイル、2018年6月21日閲覧。ザ・ポマグループインフランス、アーカイブドコピー。2009年8月24日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年4月9日閲覧。ありがとうございます。